はい、ありがとうございます。来た、これよ、これ見てよ、これでいくらやったっけ。お疲れ様です。あ、いらっしゃい、いらっしゃい、うち。え、何屋さん。え、メイド喫茶。だ、誰が営業してんのこれ。僕。あなた。僕、うん、あのコスプレもやってるよ。あ、ごめん、僕、あっち行くかな。いやいや、何言うてんの。メイクの格好もするから。いやいやいや、舞台行く、向こう可愛い、うん、向こう行く。なんでやん。1円も払いたくない。アホか。アホか。アホあんねん。わかったわ、もう。今日はな。なんでんの。今日はもう、もうええわ、もう。で、何ショック受けたから。シシトノーデン。とりあえず今日は、うん、この前行った天丼屋さん。あ、はい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 、天丼屋さんって何の言葉か分からへんけど天丼屋さんがさ、はい、すごいさでっかいのまだあるみたいな、はいはい、なんかこの前見とったらすげえなと思って、はい、行ってみようということで、はいはいはい、行ってみましょう。行こう、ゴー。 ここも気になんねんな。油そば、超油そば、今度来よう。はい、これ見て、何ミックス天丼、うん、これすごくない。結構乗ってるな。これ何乗ってるのっていうぐらい乗ってるやん。はいはいはい、これよくない。前どれ食べたっけ。これ前食べたのアナゴ天丼ちゅうことで、うん、油摂取しちゃいますか。しちゃいましょうか、ね、今日ギリギリセーフ、あと3つしかない。はいはいはい、ね、わあ、またでかいアナゴ天丼。食べましょうか。あ、いいんですか。食べようしよう。やったー、サービス満点。もう終わりやからね。もう終わりを3回ぐらい言われた。油が飛ばんように。あ、なるほど。跳ねるんですよ。あ、大丈夫です、あの飛んでも穴開くだけなんで、ここ。あ、穴開けるだけやから。スポンジだよな。天ぷらみたいなもんや。スポンジボブ。それ右と左ってなんで分けてるんですか。あ、これね、はい、こっちが牛なんですよ。はいはいはい、これが豚。はいはい、だから一緒に開けたらね、あ、なるほど、なるほどね、うん、お父さんの都合やね。これはね、牛と豚は、はい、あのミックスに同じお皿に乗るんやけど、はいはいはい、例えばあの豚天丼と牛天丼って言うたら、はい、う別に急がんと。そんまや、全く逆になんねや。もう衣がね、こんななってしまったらね、もう全然分かれへん。あ、ほんまや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 。だからこちらに牛は牛で分ける。勝手にミックスになってしまうっていう。やっぱ入れる順番って考えてるんですか。あのね、あの入れる順番はまず合いにくいも、はいはいはい、時間がかかるもんから先に入れる。やっぱりほんで一番最後はもうさっと揚げたらいいだけの分を、はいはい、最後に揚げて、うん、でちょっと待ったらもう一遍で全部バッと揚げる。あ、熱々の状態で。あ、そう最後に合わすと。そうなるほど。なんかサクサクやし、7分ぐらい揚げて、で、あとはあとの3分はお客さんのところに行った自分に、はい、もう10割。ああ、なるほどなるほど、はいはいはい、そうなんですよ。だから7分ぐらい揚げる感じ。皿が違うくない。皿が担当食べ。え、でかいわ、ほんまいから。でかいよね、ここの穴子。はい、ありがとうございます。来た、これよ、これ見てよ、これでいくらやったっけ。1200、1300だもん。1300円、めっちゃ安ない。これ1300円。これはやばい、やばいよね。あら、これティギーの値打ちあるもんね。ねえ、ほんまに。あー、めっちゃいい香り。あー、やばい、よだれ垂れてきた。って感じで、ということでいただいていきますか、はい、こちらすげえな、ほんまに。これでは、いただきます。はい、大丈夫です。ああ、そう、はい。この味噌汁うまい、うん、じゃあ まずね、牛か豚か分かれへんこの謎からいこう。はい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 、はい、いかですね。ありがとうございます。うまっ。どうも、うん、うまい。めっちゃ柔らかい、うん、うまいな。前も言ってた、うまいって。違う違う、天ぷらでやる牛豚、はいはい、めっちゃ美味しい。はい、じゃあ僕の大好きなエビフライ。エビフライやね、エビ天やね。エビ天、
これやな、この甘いタレと。よろしくおますか。いや、ほんま美味しい。海苔と合わさったらさらに美味しくなるね。はい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 。海苔の香り、うまっ。すげえ、ボリューム、ほんまボリュームやばい。いや、これほんまにやばい。もうこれ、野菜サヤエンドウ。サヤエンドウっていうのこれ、インゲンちゃん。インゲンは違う、インゲンもっと細い。まあ、インゲンと同じ味がする。美味しい。野菜食べへんから全然評論家できてへん。チンゲン菜みたいなやつがあると思って、はい、あの炒めようとしとった、はいはいはい、まあ、これチンゲン菜ってほうれん草ですっていう素で分かるやろ。ほうれん草ですって。ああそうなの。ほうれん草と小松菜のおひたしぐらいやったらなんとか許してあげようかな。あ、じゃあ小松菜。あ、小松菜。そうそう、小松菜言うた。チンゲン菜はさすがに分かるな、ここの国。そう、小松菜。あ、これ小松菜。ほうれん草ですっていう。重っ。でっか。やばない。ネッシー。ネッシー。クジラ。いや、キリン。キリンじゃないよ。シロナガスクジラよ、これは。うん。ここ。うん。あ、ナナコトクのこの香り。はい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 。めっちゃいい。うまい。このスタイルの丼、ワンプレート丼は初めてや、うん、そうやね、うん、このさ、うん、油とこの天つゆよ。はい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 、もうな、いろんなとこが染み込んで米がきらめいてるわ。そうそうそう、米が輝いてんねん。これきらめいてんのあんたのデコだけや。うるさいガール。それあんたにいるやつ。天馬かまだまだ天馬かまだ。うるさい。これ日本橋やからさ、そこら辺行ったらサンダーとかいろんなの、手に入るんですよ。なん、五階百貨店のこと言うとんか。まあ、まあ、お互いをお互いで下げていく、やめへん、そろそろ。なあ、ちょっと悲しくなっていくね。どんどんどん土俵下がっていくねんな。悲しくなっていくね。さっきな、うん、夏日な、うん、しれっとあの巻いてな、食べてん。はい。めっちゃくる。順次は。うわ。うわ。幸せや。志賀さん、なんか魔法の点。どんタレなるものがあるよ。え、あ、ここで使ってる天つゆかな。そう、マジめっちゃ美味しそうやん。300円って安っ。意外にリーズナブルで、そんな安くで売ってんやつか。違う、600円って書いてる。650円。大きいやつ。あ、これよりまだ大きいやつがあるぞ。あそこに並んでない、冷蔵庫の上。あれ。あ、なるほど。あれ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 、お父さん全くあのお金の感情あんまりせえへんっすよ。それじゃストレートで言い過ぎちゃう。やっぱりあの丼屋さんだけあって丼感情なんですね。うまいこと言うな。もう全然儲かれへん言うてるし。いや、だってね、こんだけね入ってこの値段やったらね、儲からないですよ。2000円取ってもいいと思うんですけど、ね、2000円取ってもいい。日本橋、日本橋、どっち呼び方分からへん。日本橋、はい、あ、日本橋や。ほんまに、うん、はい、はい、持ち上げちゃうとかめっちゃ分かる。もうちょっとだね。うん、うまいわこれな。うん、たこがに行くと、うん、口の中がすっきりして、うん、まだいけんね。まだいける。うん、あ、うまいな。うまい。天丼って甘いタレで、うん、で油揚げてジューシーにして、うん、でその炭水化物のご飯の上にかかってるやん。はい、もう完全に悪いやん。悪いね。めっちゃうまいわ。悪いやつ好き。まあ半グレやで、半グレ。表現おかしない。グレてどないすんの。あなたと兄弟ほんま嫌やねんけど、ね、あなたと兄弟が一番嫌やねんけど。なんでや、なんでや。冗談でも兄弟のちぎりは交わしたくないけど。なんでや。安いで味噌汁で交わすかな。ビジュアル終わってもな、ね、顔でかいのとハゲとっても終わってるやろ。いや、デコボココンビ。あ、けど二つ合わさっても。デコボコはあなただけやん。何や、デコボボコもあなた。うるさいって。もう帰るわ。お疲れ。お疲れ。今日コテンパンにやられたもん。
お前お前いい加減下げとやるよ。まあ帰るわ。お疲れ様でした。本日もありがとうございました。はいはい、じゃあね、ダメだ。